はい、シグナルが出ました。第3段目ですね。今のところですね、画像のチャンネルが多いですね。今日は2連勝ですね。新しいね、CCIEA という、私が作ったね、インジケーター、これがいいんじゃないかということで、今のところ2連勝ですね、バイナルオプション、5分の、シグナルなんですけども、5連勝です。あ、5連勝、2連勝ですね。今、3回目ですね、今日ね。このように、14時16分、今日は4月30日ですね、月曜日、連休ですね。1回目、2回目買ってみて、3回目どうでしょうかということですね。さあどうでしょうか。残りはね、218秒って書いてます。ね。こちらのカウンターがなくなるとそうなります。決算されます。5分ですね。300って書いてます。300秒ってことですね。さあ、これが上に上がれば3連勝ですね。さあ、どうでしょうかね。3連勝いきますでしょうか。映しちゃったね。こんな具合ですね。さあどうでしょうか。あ、上がった。上がったんだけど、うん、残り。下はね、スラジテスターですね。うん、きついぞ。残り144秒。さあどうでしょうかね。このね、14時と15時のは勝ちました。13分と16分、14時16分と15時13分勝ちました。今これですね、15時19分のは勝てるかどうかですね。残り2分ですね。これがこの線よりか上に上がってくれれば勝ちですね。負ければ今負けそうなんで2勝1敗になるか 3連勝になるかですね。これは上がんないでしょうね。残り1分ちょっとです。これは負けたようですね。新しいバイナルオプションのシグナルをちょっと作ってました。作ってます。これだとね、勝率が上がるんですよね。この E はね、同時には必ず出ません。マジックナンバーでいろいろたくさんできますけども、2つの通貨同時には取引しません。あー、残念でしたね。あと2秒、うん、もう切れちゃったですね。負けですね。
これは残念でした。